ファインプレー3つに阻まれた。今日もうなんか追い込んだ、追い上げたのにね。ちょっと待って、ほんまに熱い、熱すぎる。ちょっと待って、はっはっはっ、熱い、熱すぎて、溶けそう。負けほう、こんばんは。熱い、お疲れ様です、ありがとうございました。何も疲れてないよ。あ、お風呂がね、お風呂上がり、やばい、ほんまに熱い。こんばんは。もう暑すぎて大変です。今の今、せっかく配信のために前髪乾かしたのに上げてしまった。こんばんは。おでこもテカテカってか、もこれ汗よ多分。ティッシュ、ティッシュ。風向き、こんばんは。こんばんは。ん？ヒッピーさんのリリーベ行ってドカさん見てきた。ドカさん？ん？ヒッピーさんのお母さんだと？椅子の座り心地ですか？もう良き。これもうほんまにずっとで、今日何時間座ったんやろ。あ、ドカ脇ね、みゆみゆね、こんばんは。今日は火曜日なのでラジオです。そうです。ああ、ツイートしなきゃ。配信終わったらツイートしよう。こんばんは。こんばんは。スマホリングカチカチ言ってると思って直した。もう湯船使ったけど、もう湯船浸かるんじゃなかったとか思っとる今。暑いけ。恋法負け法。今日は負けたんですよ。お風呂上がりなのに汗出る。そうなんよ。でも冬ってお風呂上がりさ、もうめっちゃ嫌いなんよ。寒ってなるもん。え、なんだっけ、おじいちゃんおばあちゃんがお風呂入るときにあの寒い現象みたいになるって言うやん。私は冬はヒートショック、ヒートショック、それ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 、ヒートショック、ヒートショックなるって言うじゃんか。そう、ヒートショック気をつけにゃいけんって言うけど、まあ私はあんまりヒートショックをこう意識したことない。別に夏のお風呂上がりは嫌いだけど、冬のお風呂上がりは、まあ、結構
きなんよ、涼しい系。なんかお風呂上がりは夏でも冬でも関係なくホテル。いや、ヒートショック、ココアショックってない、ココアショックはないけ、倒れんや。別に高齢者は注意せんでいい、ココアショックには。ハートありがとう。お風呂入るのは笑顔ですよ。あくび映る。今日は1時にアラームかけてくださいね。え、めっちゃお眠。コカは夏でも湯船つか、あのね、湯船一応つかるんよ。あの、1週間に2、3回ぐらいは。そっちの方があれだけ。今日もラジオリアタイしてくださいね。湯船作るの体にいい。そうよね、なんかいい感じがする、睡眠にいい感じに影響する気がする。風呂に入りながら見てます。え、ちょ、入りすぎんでね。ラジオ楽しみね。え、楽しみ。今日は例の話の回。あ、今日はもうね、重要よ。今日は例の話の回。そうそう。今日はね、私よく話すと思う。私がラジオよくおしゃべりします。え、いつもよく話してる？ラジオでも。ラジオ、ぜひ聞いてください。おつおつおつ。おつすぎる。ポーズ、ポーズって言うん、これ。髪の毛よ。え、これセクシーポーズな？ポーズって言うん、これを。ただ髪の毛が熱いけ。
鼻口が出てる。腕の血管が出てきた。熱すぎて。全然違う。笑顔ですよ。風が吹いてます。やっほー。今日はラジオぜひ聞いてください。風今弱みかも。リアタイしてください。こんばんは。カップ負けました。残念。あさってはジップ、そうじゃねえ。え？今日は火曜日じゃけえ、ラジオの日じゃもんね。あさって、明日は買ってもらわないと。なんか台風、あ、そうね、関東台風来るみたいな。髪の毛触らない。髪の毛ね、台風が来るそうなので気をつけてください。
球まだやってますよ。台風大丈夫ですか？関東の方、来週、今週末サマステとちょうど台風が重なるのかな。こんばんは。サマステとかぶっちゃうのかな、台風。そっか、去年もちょうど中止になっちゃったのか。え、去年も中止になったのか。去年は七宝地図だけ中止になったんよ。あ、え、そっか。え、七宝だけなんですか？悲しいね。13日15日にはまだ予報円に入ってないか。まだ大丈夫なのか。こんばんは。いい笑顔ですか？なんかもう今日は配信終わろ。いや全然眠くないです。でも配信終わりたいと思います。じゃあラジオを聞いてください。皆さん、13位もっくん、12位みおろ、11位オレンジフリースの大吉、10位たくぞ、9位なる、8位エリアス、7位バオバブ、6位ジュノラゴ、5位ノッシー、4位コニョ、3位ポッポやしまちゃん、2位ライトニング、1位はスバル。ありがとうございます。では皆さん、今日はラジオを聞いてください。